はい。OK、いいですよ。はい。おはようございます。10番の、投資家の石島と申します。石島さん。はい。で、私はもう45社以上の、まあ、日経 BB とかも取材受けるような投資家なんですが、まず今回コロナで御社も大変な目に遭っていると思うんですね。それで、国からも支援を、時間短縮とかして支援を今受けている状態だと思います。それで今私の周りにいる、まあ、これ議員さんからなんですけれども、支援というのは実際困っているための人たちの支援なんで、今回役員報酬が、まあ、業績が悪いにもかかわらず1億470万3000円あると思うんですけれども、これ、まあ、やっぱり支援というのは国からの税金なんで、自主返納した方がいいんじゃないかなと思います。そして、その自主返納したお金で、社員さん、すごい頑張ってると思うんですよ、御社、接客マナーもいいし、で、どうかね、社員さん、なんか寮は、男性だけで女性は寮がないって聞いてるんで、その自主返納した金で社員さんに寮を作ってあげて、でまた退職金とか住宅手当もないんじゃ転勤とかなった時困るんで、そういうのを復活してあげるといいと思います。それから、すごい恐縮なんですが、1号議案なんですが、これ申し訳ないけど動議なんですが、たくさんいる株主様の配当金が5065万ちょっとで、役員の方が1億470万円、これ逆に修正動議したいと思います。で、これなんでかっていうと、どこの上場企業でも、たくさんいる株主さんよりも、役員の方が取り分多いっていう会社ないんで、その辺はこれ申し訳ないけれども、株主の配当金を1億470万3000円にして、役員の報酬をこれひっくり返した方がいいと思います。だから質問は1点なんですけれども、先ほども言いましたように、今回は、まあ国からも支援を受けてるんで、役員報酬自主返納して、まず女子に寮を作ってあげる、退職金制度と、住宅手当の復活をしてあげたらいいんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。役員報酬については、はい、まあ、コロナになりまして2020年3月頃ですか、バタバタと始まったわけですが、役員報酬の減額を 30%、 代表取締役については 30% の減額、その他の役員については 20% の減額というのを、まあ、7月から6ヶ月間、やったわけですが、役員報酬の全体の総額という意味では、株主総会を経て決めた2億円の範囲内ということで、やらせていただいております。また社員に対するベネフィット、ご指摘の寮の部分でございますが、男子寮も今回実は売却をいたしまして、あ、そうなんですか、スタッフさんの、まあ、資金化をしておりますということで、今ジェンダー、男女でジェンダーおかしいだろう、平等にしないとね、今日解決をしているんですが、あ、そうなんですか。今後外食産業ではですね、もしリバウンドが来た場合、アメリカと同様人手不足になる可能性がありますので、うん、その時に社員に対するベネフィットというのは、確かにおっしゃる通りいろいろ考え方を変えていかなきゃいけないけれども、うん、すぐそこに来ていると思っておりますので、貴重なご意見です。その場合、転勤になった場合は住宅手当とか出るようするってことですか。ちょっと私の方で今回答していますので、ちょっとやり取りをしないですが、ベネフィットについては内訳、詳細についてはここでご説明することはありませんが、ご指摘の部分に対してベネフィットをしっかりと整えていきたいという方向性にあることだけご説明をさせていただきたいと思います。そしてもう一点の方の動議の部分についてございますが、これは
修正動議という形で、そうですね、使わせていただきたいと思います。はい、ただいま、10番の石島様より第1号議案の条約の処分の件のつきまして、修正動議が提出をされました。この修正動議につきましては、原案と一括して審議の上、後ほど採決をさせていただきたいと思います。この方向に皆さんご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこの動議は後ほど原案とともに採決をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。